ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト。この番組はドローンネットの提供でお送りします。こんばんは、小池徹平です。福岡みなみです。今週もよろしくお願いします。さて、この番組はドローンビーナスの方々に2週間ずつ出演していただいてるんですが、今週と来週はこの方、ドローンビーナスの湯上京香です。よろしくお願いします。お願いします。湯上さんは初登場です、はい、まずは簡単な自己紹介をお願いします。はい、京京こと湯上京香です。現在中央大学の2年生です。よろしくお願いします。現役の大学生。そうです。今京京って言ってたけど、はい、呼び方と呼ばれ方が今、そうなんです、あだ名がありまして、きょうきょうっていう風に呼ばれています。はいはい、小学生ぐらいの時からあだ名があって、うん、そのまんま芸能でもそのあだ名を使わせていただいています。じゃあ僕らはきょうきょうちゃんと呼ばせてもらっていいのかな。はい、はい、だと嬉しいです。きょう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 じゃね、呼びづらいかも。なれ、もう呼んでよ、そうやってきょうきょうって呼んでよ。わかりました、ありがとうございますさあ、ということできょうきょうちゃん、ドローンビーナス4人目の資格ということで、はい、今週はその湯上京香ちゃんのことをじっくり聞いていきたいと思います。はい、はい、ということで早速、うん、湯上京香さんのプロフィールを一問一答形式で聞いていきます。はい、行きましょうか。はい、じゃあまず年齢は、20歳です。若いぜ、20歳やで、ね、今年20歳になって、2021年に20歳になって、去年20歳になって、そうです、今年21歳になります。なるほど、めでたいですね。あれですか、はいはい、お酒とかそういうのも飲んだりするんですか。そうですね、お酒も飲んで、なんだっけ、お父さんとお母さんがすごいお酒が好きなんですけれど、うん、なんかそれで私も結構好きだなって気づきました。サラブレってねですね。はい、じゃあ次は出身地は、はい、千葉県です。お、千葉県、はい、いいですね。千葉とか行く、みなみちゃん。ディズニーランドですか。そうですよね、ディズニーランド。ディズニーはやっぱり一番の誇りです。え、近いですか、結構。って言っても言うて1時間ぐらいでしょ、かかるので。え、でも子供の頃から1時間でディズニーランドってやばくないですか。やばいよ。私広島なんですよ。あ、そうですよね。なんかディズニーランドも海外みたいななかなか行く機会ないもんね、はい、行くの超夢でした、子供の頃は。いや、でもこの間ごめんね、話変わるけど広島行ってきたから。あ、いいとこやったけど、広島城のなんか、あ、そう、あのインスタ見ました。あ、そう、ありがとう、できたのよ。いいの、羨ましいです。地方公園回っててね、なんか あそこの神社めっちゃ良かった。なんか雰囲気が、はい、何、すごい広くて開けた場所にあったから、あ、いいですよね。そう、広島神社。はい、じゃあ次に行きます。はい、でニックネームが京京、はい、京です。で兄弟は、妹と弟が一人ずつ、はい、3人兄弟なんだ。はい、趣味は、趣味はアニメと漫画と花札が好きです。花札、はい、え、私もやってました。あ、本当ですか。はい、なんか全部やってた系じゃない。え、かな、え、いや、なんかおじいちゃんがすごい得意で花札あ、そうなの。私も子供の頃めっちゃやってました。そう、すごい羨ましいです。全部やってるやん。あの桜の札が一番好きです。かわいい、かわいいですよね、桜の札ほんまにやってんの全員に言ってるやん。え、私やってました。すごい、ほんとほんと本当知見が広い。すごない、全員ビーナスの方紹介して趣味が全員と一致してんの。知ったことあります。でも前はなんか、なんだろう、アニメとか、そう、漫画アニメとかな、謎解きみたいな、うん、あ、謎解きもすごい。謎解きはあんまやったことなかったですけどでも合うよね、本当に。え、はい、漫画、ちなみに、はい、アニメとかどういうのが好きなの。多分みなみさんと同じなんですけど、うん、進撃の巨人。あ、一緒じゃん。まさに今ファイナルシーズンね、アニメやってますから面白いですよね。面白いな。どうなっちゃうんだろう。どうなるやろな、どうなっちゃうんでしょうね。あ、知ってるんですけど結末。あ、そっかそっかあの、言わんといてな。はい、言わんといて。今アニメで追っかけてる方やから。あ、絶対に言わないでおきますさあ、行きますか。はい、はい、好きな食べ物は、うん、はい、好きな食べ物、タイ料理とかパクチーがすごい好きです。あ、いいですね。
え、自分で作ったりもするの？いや、自分では全然作れないんですけど、なんか食べに行くと結構タイ料理を選んじゃうことが多くて。いいね、パクチーが好きなのもいいですね。パクチー私大嫌い。そうですよね、うん、セロリも嫌いですよね。あ、そう、なんで捨てるの？え、すごくない？すごい下白口すごい、セロリ食べれない。あ、セロリ食べれる。セロリとミョウガ。ミョウガ。ミョウガ。すごい。ミョウガもあかんの？さすがです。パクチーは大嫌い。パクチーが一番嫌いかもしれない。あ、なんか匂いとかの、はいはい、独特ですもんね、すごい。次、好きな色は？はい、好きな色は紫が好きです。なんで紫？なんで？なんかあの髪色で紫にした時にすごい気に入って、うん、そこからもう紫の地毛が生えてくるようになればいいのになってずっと、それは絶対ないと思うけど。でも確かに紫超似合いそう、なんか顔の系統的に。嬉しいです。え、なんか きっかけあんの？紫が好きになったきっかけみたいな。なんだろう、好きななんかアニメのキャラクターでみたいな。あ、そういうのでもない。なんかポップティーンの専属モデルを前やってたんですけれど、うん、その時にのファンマークっていう、うん、あの絵文字を考えなきゃいけなかったんですけど、そこでの蝶々と紫色の水晶玉の絵文字に、ファンマークを設定して、そこからすごいなんかゆかりが紫のね。うん、ペンもね、紫だもんね。あ、そうです、ペンもネイルも。あ、ほんまや。そうなんです、本当に好きな色になってしまいます。じゃあ次いきます、うん、はい、子供の頃の夢は？はい、子供の頃の夢はあの動物園の飼育員さんとか獣医さんとかに憧れていました、動物好きなんですか？そうなんです、動物がすごい。みなみちゃんすごいよ。もう犬狂いです。犬狂い。犬狂いやな。今日も来て何も言ってへんのに、ずっとスイミング行きましたって言ってワンちゃんの写真見せてくれて。いや、ありがたいです。私にも見せていただきたい。ぜひぜひ。そう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 、セラピー。もう犬と遊びすぎて手がボロボロなんですよ。どんな遊び方すんのそれ。え、ほんまやん。わちゃわちゃ。傷だらけやん。え、噛まれて？引っかかれて？いや、噛んじゃうんですよね。噛んじゃうんだ、はい、テンション上がっちゃって、はい、かわいい。そうなんですよ。えらいな。え、ちょっと飼育員さんって、はい、なんでそんな昔から動物好きやったの？そうですね、昔からすごい、小学生ぐらいの1年生ぐらいの頃からすごい動物が好きで、でも親がすごく厳しくて動物を飼わせてもらえなくって。あ、うちも一緒やったわ。あ、本当ですか？うん、そうなんですね。厳しくって飼わせてもらえない反動で多分すごい憧れちゃういましたね。あ、そうなんよ。僕昔あの小学校の時飼育員入ってて、はい、あ、入ってました。そうそう、私も。あ、一緒、はい、学校の中のあのうさぎ小屋とか鶏小屋とかの掃除とかやってました。入ってやってたわ。へ、はい、え、生き物係みたいな。あ、ありました。生き物係も。それはアーティストの方やね、生き物係は。でもあったんですよね、生き物係。そう、ある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 。なんかあるよ、ありますよね。ありますよ、その名前で。そうやな。かけ言葉みたいな。生き物係。はい、マイブームは？マイブームは YouTube であのマネーの虎を見るのにめっちゃハマる。へー、渋いな。へー、面白いです。なんで？なんでマネーの虎なの？なんか論理的思考が身につく気がして。へー、勉強も兼ねて。面白いです。おもろいな。虎なんや。好きな虎はあの林社長が好きです。はい。優しいから。好きなんやな。じゃあ続いて、はい、はい、今欲しいものは、うん、なんだろう、度胸とか欲しいです。度胸、はい、ないの？ありそうだけど、いや、なんかでも年々衰えていっているような気がして、うんうん、なんかこう、なんだろう、何かこう聞かれた時にやりますみたいな即答できる力が欲しい、うん、あ、その点なんかみのりさんすごいあるイメージがあって。え、本当ですか？はい、なんか勝手にあの YouTube の、 あのホリエモンさんとの対談も見たんですけど、その時のなんかこの、なんだろう、実行力のなんか速さというか。いや、なんかそのブレーキが壊れてるだけだ。ブレーキが壊れてる。危険信号に対する行っちゃうみたいなだけですかね。でもすごいです、なんかそのそういうとこ結構保守的になっちゃうところが私はあるので。そんな風に二十歳なんてそんなもんだよ。欲しいです。はい、じゃあ次、落ち着く場所は？お布団がすごい好きです。あー、布団な。みんなそれ言いますよ。みんな大好き。出られへんタイプですか、布団から？そうですね、もう本当に大好きで、もうずっとオフの時とか10時間以上寝てます。めちゃくちゃ寝るやん。めっちゃ寝ますね。すっげーな。逆に疲れたりせえへん？いや、でも一生寝れますね、もうリフレッシュできます。でも分かるかも。分かった。得意教科は？
現代文と英語が好きです。現代文どんな授業やったっけ。なんかなんだろう、小説とかを読んでこう、そうです、作者のなんか意図を汲み取ったりとか、はいはい、あとはこの登場人物がなんでこういう行動を取ったのかとかを考えの読み解くみたいなのが好きでした。英語好きなのすごいですね。いやいや嬉しいです。全然変わってきたよね。仕事にもね。嬉しいです。本当ですね、うん。普段の芸能活動は何をされてますか。最近は結構情報番組のコメンテーターだったりとか。そうだよね。あ、そうです、あのモニフラ、あ、モニフラ、はい、そうです、モニフラ、ね、とか、あとはタレントのお仕事とかが多いです。うん、うん、なるほど。始めたきっかけとかは。始めたきっかけは高校2年生の夏休みだったんですけど、その頃周りの友達がみんな留学に行っちゃって、それがすごい悔しくって、私も英語好きで留学行きたかったのに行けないのが結構悔しくって、みんなが海外行ってる間になんか日本で私も成長したいなって思って始めたのがきっかけでした。みんなが海外に行く学校って何？みんな留学行ったと。そうなんです。周りの友達がなんかなんだろう、プログラムがあって、学校の留学プログラムっていうのがあって、それで結構イギリスに行ったりオーストラリアに行ったりしてる子がいて羨ましくって。お金持ちが、金持ち、確かに私立だったから、でも確かに多少はやっぱ裕福な家庭が多かったのかもしれないです。なんかディズニーランド海外とか行ってたらめっちゃ恥ずかしい。いやいやいや嬉しいです、こっちからしたら本当に。はい、じゃあアピールポイントは何ですか。はい、アピールポイントはあのインスタライブでもやってるんですけど、全校庭ライブっていうものを毎週やっていて、結構あの周りの人のお悩みだったりとかを相談を受けて、それをただ肯定するっていうものをやっているので、結構ポジティブに変換するっていうのは、うん、なるほど、得意な方だと思います。でもなんかおしゃべりしててもそういうのすごい感じますよね。嬉しい、元気になりそう、うん、あ、嬉しいです、うん、ありがとうございます。やってみたいお仕事ってありますか。うん、そうですね、やってみたいお仕事は演技の仕事を全くやったことがないので、うん、結構興味は、最近嬉しかったこととかありますか。そうですね、最近嬉しかったこと、うん、なんだろう、あのすごい週刊少年ジャンプが好きなんですけど。同じです。あ、本当ですか。はい、同じです。ジャンプであの僕とロボコっていう作品がギャグ漫画があるんですけど、そのツイッターの公式さんからフォローバーされたことが本当に嬉しかったです。めっちゃ嬉しかったです。逆ありますか、悲しかったことはありますか。悲しかったことは何だろう、欲しかったお洋服が売り切れちゃったこととか。あー、悲しい。あ、すいません、めっちゃ身近なこと。めっちゃ悲しい。悲しい。私は区民税がなんか引き落とされてる。すごい大人の悩み。みたいな。今何このお金って思ったら、あー税金だみたいな。あるある、悲しかったです。悲しかった、みんなの悩み。全員悲しかった。一応この番組ドローンの番組なんです。はい、キョウキョウにとってドローンとは何ですか。はい、ドローンとは、人間では見れない視覚をこう補填してくれるというか、すごい空からの映像を撮ってくれたり、うん、なんだろう、すごいこういう目があったらいいのになっていう第三の目みたいな存在です。面白いね。面白い。でもそうやってドローンでさ、いろんな景色撮ってる映像とか見るとやっぱワクワクするし、すごいワクワクします。すごいよね、みんなね、うんうん、さあたくさん聞いてきましたけど、はいはい、やっぱなんか元気ポジティブでさ、すごい明るい感じの子やなっていう、うん、なんかすごい知性をちょっと感じますよね。うん、感じるね。嬉しいです。勉強も好きで、なんか嬉しいです。現役大学生、貪欲な感じでね。いや、素晴らしい。ありがとうございます、キョウちゃん。うん、ということで、はい、ドローンネットプレゼンツ小池徹平の世界ファイト、はい、最後までお付き合いください。ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、続いてはこちらのコーナーです。小池さん聞いてください。このコーナーは6人組ユニットドローンビーナスのことをてっちゃんとリスナーの方々に知ってもらうために、まだどこにも出していない秘密を告白します。はい、ということなんですけども、はい、キョウキョウちゃんのいいんですか、そんな秘密、はい、ここで聞かせていただいても、うん、はい、はい、では早速告白します。はい、私実は最近歯磨き粉が使えるようになりました。え、おー、まあ、なんかすごい告白やね。すごい苦手で、あのミントがすっごい苦手で、うん、ミント
ットをあのこの辺に持ってくるともう息ができなくなるぐらい苦手なんですよ。それでもうずっと使えなかったんですけど、やっとちょっと克服してきました。え、何で磨いてた、うん、そうそう、なんかそう歯医者さんには、まあ、水でもいいよって言われてて、うん、歯磨きなしで水でずっと磨いてきたんですけど、そのままの歯ブラシで、そうなんです、水ならしてもうそれでいいって言われ続けてやってきたんですけど、うん、でも歯磨き粉あの子供用のあのぶどう味とかある、ね、あるじゃないですか、あれが結構ミントが薄いことに気がついて、はいはい、ようやく、あ、それで磨いてるんです、そうなんです、今磨けるようになったんですけど、そんな苦手なのに、うん、でもやろうとしたのは、はい、そのミントでもやっぱ歯磨き粉で磨きたいからやろうと思った、はい、なんかおかしいよって言われてあの水で磨くのが友達に、そう、はい、あ、おかしいって言われて、やっぱおかしいよなって思って、二十歳にもなって磨き粉使えないのって、うん、やばいなと思ってちょっと一歩踏み出してみました。そうなんや。そうなんですよ。でも実は私もミント嫌いで、そうなんです、私塩味の歯磨き粉で磨いてるんですよ。ちょっとそれさ教えてもらって、はい、絶対教えてほしいです。使えるかもしれない。コスメキッチンで売ってるから買います。ちょっと紹介しても使ってみたら一回絶対に使います。え、使えますか。大好きやもん、もう。あ、スースーすんの気持ちいいから。本当ですか。うん、あのなんか3色ぐらい赤青黄色みたいな出てくるやつとかあるじゃないですか。辛すぎません、はいはいはい、あれ。赤青黄色強すぎんのもな、ちょっとあれやけど。ってなってもできないです。できないですよね。あれは普通あのミントガムとかもじゃああかん感じ、はい、あの緑のガムですよね。緑のやつとか、あ、食べれない。たまにあるやん、焼肉とか行って帰りとかにどうぞみたいなのもらってするやつとかあるやん。ああいうのとか、ね、ミンティアなら、あ、ミンティアのブドウとかカルピス味なら私も行きます。カルピス味とか、カルピス味、はい、あ、もうミントでもなんでもないよ、なんでもないですね、あれは。あ、そうなんや。そうなんです。でもちょっといいやん、新しいその塩味。そう、塩味の歯磨き粉。それはなんか私歯がセラミックなんですよ、はいはいはい、だからその虫歯とかになんないから歯茎のケア系にしようと思って、そしたら結構なんか塩味でミントが入ってないんですよ、はい、うん、そうなの。めっちゃいい。意外とでもこれ聞いてる人も苦手な人おるかもしれんから、そうですね、確かに。めちゃくちゃいい情報やったかもしれない。よかった、ありがとう。いろんな味がありますね。多分、あ、塩の中にも味があるんですかね。なんか3種類ぐらいあるんですよ。ミントは本当に一切入ってないと思います。嬉しい。めっちゃいいやん。よかった、嬉しいです。早速試してみて。はい、絶対に行きますもん、ね、今日、うん、はい、ありがとう。ありがとうございます。ということで以上、小池さん聞いてくださいでした。この後は CM を挟んでてっちゃんと私がゲストを迎えてお送りするバー小池のコーナーです。バー小池。このコーナーではドローンの専門家やドローンレーサー開発者らをゲストに招き、ドローンの最新情報や裏話を根掘り葉掘り聞いていきます。バー小池、今月取り上げるのは沖縄ドローンベースの八木健道さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、八木さんがそのドローンをあの選ばれる基準みたいなものってあったりするんですか。はい、やっぱり他との差別化じゃないですけど、はい、僕たちが今メインでまあ進めてるのが、うん、アメリカ製の大きめのドローンなんですね。はあ、あの大体2メートルぐらいの、はい、え、そんなでっかいのあるんだ、はい、めちゃくちゃでかいよね。え、2メートルって やばいよ、でかい。全然私たちより大きいですよね、はい、そうよ。そうですね、手広げたよりも大きいです。浮くんだ、すごい。はい、で、あのいろんなニーズに応えれるように15キロまで持ち上げれるんです、ね。あら、子供乗れますね、うん。はい、子供だったら乗れます。それいろいろじゃあやっぱ機材とか撮影のね、いい重たいカメラとかも積んで撮れ、はい、撮影できるっていう。地上のカメラをことですよね。そのまま乗っけて、はい。やっぱりそういうパワーがある方があの飛ば、そうですね。あとはもうその信頼性ですかね。古くからやってるメーカーのものを使うようにしてます。なるほどですね、はい。でもなんか大きくなればなるほど操縦とかってすごい難しそうになるイメージとか。確かになんか風とかの影響とかね、受けやすい。あ、なるほど。ソロとか別にないんですか。でも、はい、やっぱりでもドローンよりヘリコプターの方が風には強いですから。あ、大きくなれば大きくなるほど風には強いです。へえ。はい。で、あと分かること多いよね、あの自分の目で見えますね、すぐ飛んでるのが。あ、そうです。最近の小さくてちょっと遠くに飛ばすともう見えなくなるじゃないですか、はいはいはい、
もう見失うっていうことはまずなくなります、はい、大きいので。へえ、バッテリーとかってそんな大きいのって動力かなりいると思うんですけど、どれぐらい持つんですか、はい、バッテリー何も乗せなければ50分。そんな飛ぶんですか。はい、へえ、結構ちゃんと15キロ乗せても20分ぐらいですか、ね、あ、結構しっかりめに撮影できますよね、20分もあれば。そうですね、ちょっと飽きてきちゃいます、ね、ぐらいですよね、はい、ちなみにあの宮古島とかそういう沖縄とかってやっぱすごい広いイメージがあるんですけれども、はい、そういう大きいドローン扱ってるとこうちょっと撮影が難しいなとかっていう場所とかもあったりするもんなんですか。あの沖縄にはあの米軍基地とかがあるので、はいはい、飛行場もたくさんあるんですよ、基地の関係で、うん、なんで飛ばしちゃいけない場所とかいっぱいありますね。で、宮古島にも空港が2箇所あるので、はい、飛ばせるエリアは結構制限されてる感じがします。そういった難しさなんや、技術的なものは特に、うんうん、技術的は、まあ、あの東京とかから比べると常に風は強いです。だいたい8メートルから、はいはい、10メートルぐらいは強いですよ。はい、でも最近はドローン安定してるのでいいかなと思いますそれはなんか自動でそういう風とかにこう負けないようにあの調節してくれるドローンなんですか、オートで。あ、そうですね、もちろん GPS がついてて。わあ、そうなんや、はい、RTK って言ってあの地上とも通信しながら位置を補正するんですよね。いや、貴重な話ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ということで、バー小池八木健道さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バー小池、沖縄ドローンベースの八木健道さんとのトークは次回に続きます。 AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト、あっという間にエンディングのお時間となりました。さあ、本日はキョウキョウちゃん来てくれましたけど、はい、まあ、たくさん質問に答えてくれましたけど、どうでした、今日は楽しかったですか。はい、楽しかったです。お二人がすごいお優しくって、うん、そんなことない、うん、言うたびになんか褒めてくださるから。いや、でも優しかったよ、みなみちゃん。本当ですか、うん、今日は今日もね、今日も優しかった。今日はじゃない、セミがめっちゃ強くなるのみたいな強くなる、怖いそれさあ、ということで最後にじゃあ我々からお知らせさせてもらいましょう、はい、ということで僕から言わさせていただきます、パルコプロデュース2022年ロッキーホラーショーが、東京パルコ劇場で開催中です。今月28日までです。そして3月5日土曜日夜11時40分からフジテレビ系列准教授高槻明の推察シーズン2が地上波初登場、初放送になります。そしてミュージカルルローニケンシン京都編が5月17日から IHI ステージアラウンド東京にて開催します。みなみちゃんどうぞ。はい、3月に幻冬舎さんより著書ライブ配信で1億円稼いだ話という書籍を発売するのでぜひチェックしてみてください。はい、それでは最後に協議をお願いします。はい、毎週日曜日にインスタライブで全校庭ライブというものを配信しています。ちょっと日常に疲れちゃった時とかはぜひ遊びに来てみてください、うん、この番組小池徹平のスカイファイトの最新情報は番組ツイッターで発信中、番組のインスタグラム、YouTube チャンネルもチェックしてみてください。ドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト、また来週お会いしましょう。さようなら。この番組はドローンネットの提供でお送りしました。